まあ今日はね、どうしてもこの Amazon の総合ランキング、それから楽天でもですね、1位になったということで、まあ書籍の話がメインになりますけれども、この本の一番最後、今ね、これ品切れ状態ですよね。私の手元にも2冊しかないんですけどもね、一番最後のですね、ページを持たれてる方はね、後書きのところをもう一回ね、読んでいただきたいんですよ。ここですね。反日勢力のレッテル貼りに屈することなく、今日も日本のために地道に運動を続ける多くの皆様に本書をエールとしてお届けしたいと思います。日本のために心強くありましょうということで、心強く持ってですね、皆さんに行動を促すための、そのための本ですので、書籍ですので、ぜひね、自分にできることを探してほしいんですよ。これが Amazon の総合ランキング1位になってるんだっていうことをね、考えてほしいんですよ。結局のところ、みんな韓国嫌いなんですよ、はっきり言えばね。この本がですね、他のね、いわゆるその嫌韓本という括りの中において、全く違ってる点が一つだけありますよと。まあそれがですね、他の嫌韓本と言われるものはあくまでも知識なんですよね。この本の中にあるのはですね、韓国が行ってきた反日モード、異常反日に対して行動する保守運動としてどう戦ってきたのかっていうこと、実際に彼らに対して抗議の声を上げている部分を経験として書き込んでるんですね。ここが全然違うところなんですよ。第三者の視点に立って韓国はこんな悪いことしました、こんなひどいことしましたっていうのは、これはね、正直で誰でも書けることなんですよ。ただね、じゃあそのひどいことに対して、異常反日に対して自分は何をやったんだっていうことを経験として体験として物を書けるっていうのはこの本しかないんですよ。だから皆さんはこの本を読むと、私のね、経験を追体験できるわけですよ。まあこのね、本を見ていただいて、皆さんにはね、ぜひね、戦ってほしいんですよ。この最後のね、一節を心強くあれと。もう皆さんはね、何でもできる。何をなすべきか。動画やね、生中継をもう一回確認すれば、いつでもね、私がやってきたこと、いつでも見れる。もうあなたたちはね、何でもできるんです。我々が一番最初にね、切り開いた道ではあるけれども、その道を歩くのは皆さんなんですよ。我々はね、どこまで行ってもね、この運動一番最初にね、始まった、まあ今一人脱落しましたけれども、私や瀬戸さんや村田さんっていうのは、どこまで行っても捨て石に過ぎないんですよ。いつかは砕け散る時が来ますのでね、ぜひね、勇気を持って、心強く持ってね、行動を始めてほしいんですよ。